斉藤長蔵は戦前新潟県の政治家。佐渡郡両津町長、新潟県会議員、二宮村長。号は無産香織氏。自宅で斉藤活版印刷所を経営しながら、長年自由党、立憲声優会参加で活動した。斉藤活版所、慶応2年1月26日佐渡国沢田郡、石田村に生まれた。幼名は長蔵。後に、長三 明治5年寺小屋で、石塚神を、東なる兄弟に学び、1874年3月上年時に、開設された河原田合学校に入学した。1879年12月河原田小学校、加藤前科を修行し、1880年3月15日、富田新江門方に奉公に出たが、先輩番頭と対立し、8月10日無断で帰宅した。9月石田村、 古町近藤吉左衛門により、役場筆生に採用されるも、すぐに退職し、同月東平等による、私立館は夜学校に入学した。1883年12月3日、徴兵回避のため腰となり、父伝十郎が、単野町の自宅で創業した、斉藤活版印刷所を引き継いだ。1887年10月21日当、陽道の直卒会、 旧護者をもとに、陽気会を創立し、11月、北米雑誌、1890年6月、陽気会誌を創刊した。1888年11月、考え転ん規制同盟解散議閣となり、長年の懸案だった佐渡軍役所の河原大転を求める署名を集め、1889年、沿道森づくりと上京して、内務省に請願するも、却下された。 同年3月自由党に入党した。1892年7月、陽気開始を北斗と解題し、8月内務省に学術雑誌の認可を受けたが、1893年11月22日政治記事を掲載したとして出版法で発行停止となった。1893年4月30日自由党委員による佐渡自由クラブ結成。 7月1日佐渡議会創立に参加し、共に幹事となった。1894年4月日清戦争に備えて、国権党、中山小四郎、立憲改新党、島倉スケジローと佐渡警備隊設置を請願したが、自然消滅した。1900年4月11日旧自由党員で佐渡自由クラブを設立し、通信担当者を引き受けた。 二宮村長時代1900年立憲声優会が創立され12月新潟支部設立とともに加入した。同年12月中央、共済合司会社佐渡代理店となった。1914年8月14日、佐渡クラブが立憲声優会佐渡クラブに改祖し、幹事となった。1915年11月病気で若杉病院に入院し、 1916年、東京の病院で胃がんと宣告された。1917年4月20日第13回衆議院議員総選挙で、農政革新会に山本定次郎応援資金を供与したとして、公認されたが、立憲されなかった。11月金沢女学校組合会議員。1920年5月有林生命、保険会社代理店となった。 同年末頃から本間市松、野沢茂氏、本間金五郎等と上京して、国有佐渡鉄道付設を請願したが、実現しなかった。1923年5月佐渡、新聞社理事職宅となり、同月満州、朝鮮を、視察旅行した。1924年12月29日、東京写真自報車佐渡支局となった。1930年4月、 佐渡郡観光自動車株式会社社長、1931年6月24日、佐渡郡木炭同業組合長に選ばれた。1935年9月の第22回、新潟県会議員選挙で二見村、沢根町、水津村、内海府村、外目府村、高知村、金泉村,村幹部に選挙費用を交付したとして、10月8日、相川警察署に拘留され、 11月26日、二宮村長を辞職し、1937年4月15日から6月17日まで、新潟刑務所に収容された。1936年1月11日自宅が全焼し、斉藤活版印刷所を廃業した。1939年5月5日、佐渡声優クラブが、総裁制から会長制に変わり、初代会長に選ばれたが、 1940年8月9日、本部回答に伴い解散した。同年10月、佐渡政党史編纂を発意し、長き千代長新潟県政党史を参考に、佐渡政党士校を表したが、旧立憲民政党員の沢牛に、声優会編長と批判され、出版できないまま、1944年12月29日、死去し、河原田町団議所に葬られた。 法名は、正則の院北果て町奏五時、1942年満州男葬儀。ありがとうございます。